はい。今日のウェブセミナーを開催してまいります。どうも、エンバカデロテクノロジーズエバンジェリストでございます。高橋智弘でございます。よろしくお願いします。さて、今日は、皆さんご存知のように、FireDuck という新しいデータベースアクセスコンポーネントが Delphi の製品に、追加されるようになりまして、で、いろいろなお客様からですね、使い方とかですね、最新のデータベースにつながるのとか、つなげるにはどうするのっていう話がですね、よくありますので、特にFireDuck 初めていられる方向けにですね、基本的な使い方。で、最後はトランザクションを使って、アップデート、業のアップデートを行って、アップデートに失敗したらどうするか、競合していることもありますよね。他のユーザーがデータベースのデータを書き換えていて、その同じ行を更新するとどうなるかということもちょっと確認していこうと思っています。途中ですね、ファイアダックじゃなくて、ファストリポートっていう名前の帳票の使い方も、ご覧いただく予定です。で、まずファイアダックなんですけど、データベースのアクセスのレイヤーとしては非常にシンプルになっています。もちろん、中で書いてあるコンポーネントコードは全て Delphi で書かれているので、非常に大量のソースコードがあるんですが、必要なものはデータベースのベンダーが提供している通常のネイティブクライアントライブラリですね。通常は DLL だったり ODBC のドライバーだったりするんでしょう。それと FireDuck のコンポーネントで、皆さんが作られる Delphi もしくは C++ ビルダーのアプリケーションのコードということで、具体的には3つのレイヤーで動くことになっております。で、皆さん各 Delphi や C++ ビルダーのアプリケーションと FireDuck のコンポーネントというのは1つのエグゼファイルにリンクすることができますので、最小限必要なものはエグゼファイルとデータベースのクライアントライブラリということになります。もちろんデータベースのクライアントライブラリは私たちエンバカデロが提供しているものではありませんので、別途何かインストールする手順が必要になってくるというわけです。で、プラスですね、開発している最中、Delphi や C++ ビルダーの ID では、そのデータベースのクライアントライブラリを使うことになります。で、プラスですね、クライアントライブラリは 32bit のものを、Delphi や C++ ビルダーの ID の方から使いますので、設計時には 32bit のクライアントライブラリが必要になるということですね。はい。で、この FireDuck のドライバーですけども、ドライバーというのはデータベースのクライアントのライブラリになります。MySQL や Postgre などもですね、非常に昔のバージョンから最新のバージョンまでサポートしておりますので、だいたい同じようなコードでですね、ドライバーだけ切り替えて、同じように動くようになっております。ちょっと注目したいのは ODBC 接続があるので、ここに載っていない、例えばデータベースであっても ODBC の接続さえできれば、最低限の機能でファイルだけは動くであろうというわけですね。それ以外にもですね、データスナップって書いてあるんですが、データスナップのサーバーを作った場合に、Delphi や C++ ビルドのクライアントからデータスナップを介して、さらにそのバックエンドにあるデータベースに間接的にアクセス、そういうことができるようになっております。この FireDuck ですけども、もともとは BDE のアプリケーションを、実際に Oracle で SQLing で動いたものをですね、もうちょっと別のコンポーネントを置き換えて、BDE をやめようという、そういう発想のもとに作られたコンポーネントが最初ですので、もともと BDE との互換性を非常に重視して作られています。もちろん BDE の T データベースと同じ名前のですね、コンポーネントがあるわけではないので、FireDuck の TAD コネクション、TAD テーブルのようなコンポーネントに置き換える必要があるんですが、様々なプロパティや動作モードが BDE と非常によく似ています。ここに書いてますように、キャッシュドアップデートというモードも用意されてますので、BDE と同じように変更した行をですね、すぐデータベースに更新をするとか、クライアント側にキャッシュを持っておいて一括更新をするとか、そういう設定が行えるようになっております。もちろん先ほど言いましたように、BDE の場合には BDE の専用のインストーラーというのが必要で、インストールを
ランを作る必要があったんですが、ファイアドックの場合には、エグゼファイルと、クライアントのベンダーのですね、ライブラリーさえあれば動くということで、どちらかというと、クライアントのですね、データベースのクライアントライブラリのインストールの方法とかですね、何を配布しなきゃいけないのかっていうところの方が難しいかもしれません。最後の B-Day と同等のパフォーマンスと言ってますのは、例えば巨大なテーブルを開ける場合にですね、1万行あるテーブルを全部データをですね、クライアント側に持ってきて、フェッチしないとグリッドに表示できないわけじゃなくて、まあ、ライブデータウィンドウというモードなんですが、最初のフェッチする10行だけ持ってきて、グリッドに表示して、残りを後でゆっくり表示するというのは、そういうふうなですね、モードを持ってますので、なので、非常にパフォーマンス的によろしいというわけですね。ではですね、データベースのクライアントの作り方をいきましょうか。SQL サーバーはですね、2012を使います。サーバーはですね、64ビット版インストールしていますが、まあ、幸いなことに、64ビット版インストールしますと、クライアントのライブラリ、32ビット、64ビット、どちらもインストールされます。もちろん、マイクロソフトの、提供しているネイティブクライアントライブラリ、32ビット版、64ビット版、それぞれ別々に用意されていますのを、使ってもいいでしょう。ですね。SQL サーバーの場合非常に簡単です。インストールし終わったらですね、SQL サーバーのコンフィギュレーションマネージャーというところで、クライアントのプロトコルとしては TCPIP が使えるようになっていること。SQL サーバーの TCPIP が有効になっていること。ね、デフォルト無効だったと思います。失礼。SQL プレスの無料版だと無効だったかもしれません。さあ、で、TCPIP を有効にしてですね、IP アドレスの動的ポートを私の場合には空っぽにして、1433のデフォルトポートに固定しております。はい、で、今度は、例えばですね、SQL サーバーのクライアントライブラリの DLL。これを使って、データベースのサーバーにアクセスするわけですね。Windows 64ビットにインストールされていますけども、利用する SQL のクライアントライブラリ、SQLNCLY11.dll というファイルが、私の OS のですね、2つの場所にインストールされています。指数は64と書いてあるところには32ビット、間違いやすいんですが、32ビット用のドライバー、クライアントライブラリがインストールされております。で、今度はシステム32。32って書いてあるんですが、32の方には64ビットのクライアントライブラリがインストールされているとですね。で、アプリケーションを作る際には、Delphi を起動しますよね。Delphi のクライアント、Delphi自体は32ビットのアプリケーションですので、ID もね。32ビットのドライバーがロードできる必要があるということですね。画面中に、これは SQL サーバー用のコネクションなんですが、TAD コネクションを配置します。配置したら、コネクションエディターを使って、これ英語の UI なのでちょっと申し訳ないんですが、そんなに難しい英語は使われてないと思います。接続するデータベースの名前、デフォルトでマスターを使ってますけども、通常はなんとかパブスとかですね、いろいろ使うんでしょう。ユーザー名とパスワード。パスワード見えちゃってますけども、こんな簡単なパスワードは使わないと思います。で、私の場合 SQL プレスの Express の無料版を使ってますが、ローカルホースで動いている SQL Express のサーバーを指定して、あとは何もなしと。で、試しにテスト接続を行ってみましょう。あ、OK ですね。で、今現在何の DLL がローされるかを確認するには、info のタブを開けます。で、そうすると、ユーザー名のパスワードとかですね、探したドライバーの名前などが出てきます。バージョンも。ここに SQLNCLI11DLL と書いてありますね。バージョンは 11. 点いくつと。はい。こういうわけで、32ビットの ID 上からデザイン時に利用した SQL ライサーバーのクライアントライブラリが確認できた。次は、データベースのテーブルにアクセスするには、TAD テーブルコンポーネントを配置します。配置し終わったら、
データベースの接続のコンポーネントをコネクションに設定して、SQL サーバーの場合にはスキーマーの名前を決めて、テーブル名を一覧からでもいいですし、もともと分かっているテーブル名であれば手で入力してもいいと。はい。ですね。で、この後は VCL のアプリケーションを作った方であればご存知のように、DB グリッドを配置して、データソースを配置して、で、画面に表示するわけですね。で、注意が必要なのは、この FireDuck のコンポーネントは、各データベースごとに専用のドライバーユニットを持っております。今回の場合には、AD Fiji MS SQL ドライバーリンクというものをプロジェクトのどこかに配置しておいていただいて、それをリンクする。で、プラスですね、画面を GUI でデータベースを扱う場合には、SQL のカーソルなどを適宜表示してくれるためのユニット、ADGUIX Weight Cursor という。これもプロジェクトのどこかにデータ文字の中でもいいんですが、置いておく必要があるわけですね。はい。よいしょ。はい。で、ボタンを押すと何が起こるかということなんですが、非常に簡単で、テーブルのアクティブのプロパティをトゥルーにすると。非常に短いコードですね。現在のターゲットプロパティは32ビットになっています。ちょっと実行してみます。はい。ボタンを押すと、32ビットの SQL サーバーのドライバーをロードされて、テーブルが表示される。ね。で、今度は64ビットにターゲットを切り替えて、同じようにビルドして実行します。見た目は全く同じですけども、64ビットプロセスが64ビットの SQL サーバーのライブラリをロードして実行しているわけですね。で、今ご覧いただいたのは SQL サーバーをインストールした結果、システム32とかシステム WOW64 のフォルダーに SQL サーバーのライブラリがインストールされているので、パスが通っているので、非常に ID ですぐに設計もできますし、実行もできるわけですね。さあ、次はですね、MySQL の、使い方を見ていきましょう。私の場合には MySQL の 5.6-13、64ビット版をインストールしました。インストールしたフォルダーは、64ビット OS 上の C プログラムファイルズ、MySQL、MySQL サーバー 5.6、この中にですね、bin や lib などがありまして、特に bin のフォルダーの中には MySQL のコマンドがありますね。クライアントライブラリで言いますと、lib フォルダーにある libmysqldl 64ビット版です。で、これを利用することになります。で、この MySQL 5.6 の64ビット版はインストールしましても、32ビットのクライアントライブラリはインストールされません。で、先ほど言いました Delphi や C++ Video の ID は32ビットプロセスですので、MySQL の32ビットのクライアントライブラリ、libmysqldl が必要になるわけですね。その場合ですね、Oracle のサイトから32ビット用のインストーラー、もしくは ZIP ファイルを持ってきて、私の場合には展開して、いらないものを削除してですね、bin と lib だけになったフォルダを用意しました。ここに、先ほどのファイルセットは違うんですが、32ビット版の libmysqldll があります。だここにあっただけでもですね、自動的にこの mysql の dll をロードしてくれるかっていうのはそういうわけではなくて、この id が、この配置した AD コネクションのこの ID の中からですね、32ビット版の MySQL の DLL をロードできなければいけないと。で、今回の場合、パスですね。パスには先ほどのフォルダを一切設定していませんので、どうやってロードするかということが問題になります。
で、FireDuck のヘルプを見ますと、これ、Configuring the Drivers というフォルダ、ファイルがありまして、ここに、ドライバーの DLL の探す場所を設定するファイルが、ここにあるよというのは書いてあります。これ読みますと、AD Drivers Ini、これは Exe ファイルと同じ場所にあるファイルがあれば、その DLL をロードすると。今回の場合は設計時なので、この次の FireDuck のインストールされたフォルダの DB フォルダの AD Drivers Ini を編集しましょうということです。で、ID を再起動するわけですね。どのようなファイルかと言いますと、私の場合には embaka0 フォルダの FireDuck のフォルダにインストールしましたので、この DB ファイル、フォルダを開けて、AD Drivers Ini を見ます。3行私追加しました。32bit 版用 MySQL、64bit 版用の MySQL の DLL のパスをフルパスで設定していますね。この ini ファイルを読み込んで ID、デルファイルの ID が起動して、FireDuck の設計時のモジュールが動作するわけです。では AD コネクション2のエディットコネクションのダイアログを開けて、ドライバーの ID は MySQL に変わっています。接続するドライデータベースの名前、これはデフォルトの最初から入っているシステムデータベースですね。で、ユーザー名、パスワード、サーバーの IP アドレスがサーバー名で、ポート番号はデフォルトのままでいいでしょう。キャラクターセットは、最近の MySQL は大体 UTF-8 が使われていますので、必ず何かしらですね、2コードですと大体 UTF-8 だと思います。この設定を行っていただいて接続の確認を行います。はい、 OK ですね。インフォタブに移って、今接続した際に利用されたドライバーのパスですね。はい。やりますね。32bit の、私がコピーして持ってきただけの libmysqldll が読み込まれたというわけです。これは先ほど見た ini ファイルを使って、この場所を探してきたんですね。で、テーブルは先ほどの SQL サーバーの使い方と同じで、テーブル名をセットして、ドライバーもユニットを置いて、ボタンではテーブルをアクティブすると。では、32bit の MySQL のクライアントを動かしてみます。はい。中身のデータは非常にシンプルなんですけれども、まずこれで 32bit の MySQL クライアントが動いています。この時にロードされている libmysqldll はどうやって探されているかと言いますと、先ほどのヘルプにありますように、Exe ファイルと同じ場所にあるドライバーズ ini、それがなければ、FireDuck がインストールされていれば、通常の配布環境には FireDuck インストールされていないと思いますが、その ini ファイルですね。それもなければ、パスを使ってロードしていきます。今回の場合には、この ini ファイルに書いてあるので、このファイルの通り読み込まれるということですね。一般の配布先にはこういうファイルはないと思います。パスを使う、もしくは Exe ファイルと同じ場所にある ini ファイルを使うということになります。で、64bit にターゲットを切り替えて、コードそのままでロードするドライバー DLL ですね、を切り替えて、また同じ結果が返ってきましたね。64bit プロセスで、64bit の MySQL の DLL を読み込んで動いていると。最後ですね、このように PostgreSQL の一番最新の 9.2.4、9.3 はまだアルファかベータだと思うんですけども、9.2.4 の 64bit 版を利用します。で、私はですね、64bit の Postgre をインストールしまして、管理用の pgadmin のコンソールを開きまして、まず、MySQL が動いているか確認しま、PostgreSQL が動いているか確認しましょう。ポート番号5432デフォルトです。ユーザー名パスワードを設定して、データベースに接続して、最初からある Postgres というデータベースですね。スキーマの中にある、パブリックスキーマのカスタマーテーブルですね。データは、
ほんの一行ですね。もう意味のないデータですけども、ほんの一行データが入っていると。で、今動いているのは PostgreSQL の6ジョンビットサーバーです。で、ここでもやはり先ほどの MySQL と同じように、インストールした PostgreSQL は、ここにあるんですが、はい、div とかですね、bin ですね。これもやはり64ビットの DLL、exe ばっかりがインストールされています。で、32ビット用の DLL などはインストールされていませんので、別途32ビットの DLL を含んだファイルセットを入手する必要があります。で、私の場合には、一旦インストールした32ビットの PostgreSQL から、bin とか lib のフォルダーだけを抜き出して、コピーして持ってきた。はい。で、今回の場合には、2箇所にある Postgre 32ビット、64ビットのパスをセットしております。順番はどちらが先でもいいんですけども、最後の方に Postgre の32ビットの lib の bin フォルダ、で、64ビットの PostgreSQL の bin フォルダをパスにセットしております。はい、なので、システムパスを、環境変数を使ってですね、ID および作ったアプリケーションが Postgre のライブラリをロードできるようになっています。はい、先ほど同じように AD コネクションの設定では、ドライバーの ID に PostgreSQL の略ですね、PG。PG を選んで、データベース名、ユーザー名、パスワード、アドレスです。ポート番号はデフォルトままでいいでしょう。同様にキャラクターセットも重要です。データベースのキャラクターセットが UTF-8 ですので、コンボボックスからですね、リストボックスから選んで設定してください。で、テスト接続を行って OK ですね。システム環境変数、パスに DLL の場所が設定されてますので、インフォタブで正しくですね、32ビット用の PostgreSQL のクライアントライブラリ、libpq.dll がロードされています。ただ注意点が必要なのは、この libpq.dll だけで、クライアントライブラリに構成されているわけではなくて、その他の DLL ですね、も一緒にロードされてますので、パスに設定、ですね、正しく設定されているように確認してください。で、Windows OS の場合はですね、同じファイル名、同じ DLL があったとしても、ちゃんと32ビット用、64ビット用の DLL、別々に探してきてくれてですね、正しいビット数の方を正しくロードしてくれますので、パスの順番はどちらでもいいと思います。で、まあ、32ビットに切り替えて、もう一つ、Postgre 用のドライバーユニットも追加されてますね。はい。32ビットのクライアントが動きましたね。まあ、データは1行しかないので、非常に質素なデータですけども。はい。で、今度は64ビットにターゲットを切り替えて、全く同じコードで exe ファイルが生成されて、64ビットの Postgre のスケールのですね、クライアントがロードされて動いているというわけですね。以上のようにですね、インストールされるクライアントライブラリのビット数や、そのロードするパスとかですね、ini ファイルの設定が重要になってきますので、64ビットの OS で64ビットのサーバーを入れたからといってですね、すぐ繋がるかといったら繋がらない時もありますので、まずは32ビットのクライアントライブラリが正しくセットアップされているかというのを確認してから作業を進めてください。ではもう一つの最新のデータベース、弊社のエンバカゼのですね、インターベースというサーバーがあるんですが、それの組み込み版でございます。プラス、無料で100メガまで無料で使えるですね、IB ライトというデータベースを、ラドスタジオに同梱しておりますので、現在のバージョンでは iOS アプリケーションに、SQLite よりもですね、もうちょっと高機能なインターベースのデータベースを組み込むことができるようになっております。これを使う場合にですね、配布しなければいけないファイルやですね、特にライセンスファイルなど、あとはデータベースのファイル、拡張子は何でもいいんですけども、インターベースのファイルをですね、どうやって配布するか、アプリケーションに組み込むかっていうのはですね、よく聞かれる話ですので、解説してまいります。あらかじめ作ったアプリケーションがあります。
ターゲットは iPad を想定しております。ちょっと画面が広いんですね。使うコンポーネントはやはり同じ Fire Duck になります。画面のこの枠があるから iPad に見えますけど、枠なくしてしまえば Windows も iPhone も Mac も全然関係ないというか、全く同じものになります。で、AD コネクションを配置して、まずは Windows 上ですので、Windows 上でつながることを最低限確認します。ドライバーの ID は IB を使います。で、データベースのファイルは Windows 上ですので、パスを設定するのはいいでしょう。はい。で、ユーザー名、パスワード。Windows 上ではプロトコル、ローカル。で、iOS の場合にもローカルのデータベースになりますので、プロトコルはローカルのいいでしょう。で、キャラクターセットは必要に応じて設定してください。サンプルのエンプロイ GDB のデータベースのファイルは ASCII ですので、UTF-8 じゃなくて ASCII を設定しています。まずは Windows 上で接続できるか確認します。OK ですね。はい、ここまで通常のインターベースのクライアントサーバー型のアプリケーションを作るのと同じです。テーブルも、Windows 上で確認してしまいましょう。テーブルの名前はエンプロイ。で、FireDuck 用のインターベースのドライバーユニットも配置します。で、念のためですね、SQL カーソル用。まあ、iPad に SQL カーソルもないと思うんですが、まあ、Windows アプリケーション、Mac アプリケーション、同じように、同じようにユニットを配置しております。一つ注意点が必要なのは、プロバイダーというプロパティは、FireMonkey のアプリケーションになりますので、Forms じゃなくて FMX を設定しておくと。はい、あとは、このテーブルと配置したグリッドをですね、まあ、線で結んで、画面に表示ということになるわけですね。ちょっとテーブルアクティブにしてみましょうか。